こんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑えばママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、ね、そんな情報を私藤野テイストでお届けする30分番組です。はい。で、これまでも何度かね、抱っこ、私の肩書きである抱っこ専門家という肩書きの、抱っこについて何度かお話をさせていただいているんですけれども、今日もちょっとオープニングはちょっと抱っこの話をねさせていただきたいと思います。実はね、今日収録のね、これの収録の前にキッズマッサージをちょっとしてきたんですけれども、あのね、やっぱりね、下の赤ちゃんはすごいね優しそうに抱っこするお母さんなんですけどね、上の子をねやっぱりバンって言ってるのをちょっとね、キッズマッサージをしながらでもこう目に入っちゃってですね、あ、やっぱり下の子、どうしても下の子に手かかっちゃうんだなみたいな思って、まあさすがにそこではちょっととは言いませんけれども、でもまあ私自身もね、上の子下の子いるので、下の子に手がかかるとか下の子の方が可愛いってすっごくよくわかるんですけれども、まあね、そこでわかってはいるんですけれども、できれば上の子からで、その、ね、キッズマッサージをしてる時にもね、やっぱり上の子はね、下の子がやってもらってるのを横でじーっとね、こうじーっと見てるんですよ。じーっとこんな感じでじーっと見てて、でお母さんの手をね、こう自分のね膝の上にポンって置こうとするんだけど、お母さん、こっちでしてるでしょみたいな目で、まあ、ママを見、お子さんをね見るんですね。あー、やっぱりそのね下の赤ちゃんね、すごいおとなしい子だったので、全然ねほっといても大丈夫そうだったんですよ。でもやっぱりママとしては、それはまあマッサージ、ベビーマッサージ、キッズマッサージをねしに来ているので、なるべくそっちの方にしてあげたいんだろうなともちょっと思ったりもしたんですけど、でも、まあ、私的にはそうやって上の子がやっぱりね、そうやってやってほしいってこう手まで伸ばしている、ね、ママの手にこう自分の足をね、でママの手を自分の足に持ってくるぐらいこう意思表示、自分もしてほしいよっていうね意思表示をね、せっかくしていたので、まあ、あの時にはおそらく私の話とかを聞いてくださってるママとかだったら、あ、今上の子がきっとね自分にしてほしいと思ってるなってことでやってくれてたかななんて思って、もうもっともっと私ね活動を一生懸命やって、この上の子の抱っこ、上の子こそからねやるっていうのももっともっと広げていきたいなと、まあ、ちょっと自分の力不足をねちょっと感じたりもしたんですね。まあ本当に近所の幼稚園だったりとかするので、本当だったらね、まあ近所でもこういっぱい活動をしながらやっていれば、もっといっぱいそういうね身近なママたちにもにこそこうお話ができたりするのかなとは思って、なんとかその幼稚園の先生にもね、ぜひ今度そういう話もマッサージプラスそういうお話もねしっかりさせてもらいたいですっていう風に一応幼稚園の先生にもお伝えはしてあるので、もしかしたらまたね、いろんなね幼稚園とか予算の関係もあるんですけれども、まあまたもしかしたら抱っこセミナーなり、そういう触れることの大切なセミナーなんかもねやれたらいいなと思っています。はい。では今日はね、メインはまた先週と同じ、津村みのりさんに来ていただいて、今日は絵本についていろいろお話を伺っていきたいと思います。先週に引き続き、今日のゲストは数秘&カラープラス絵本プレゼンターの津村みのりさんです。今日もよろしくお願いします。はい。今日はね、このその後の方の肩書きの絵本プレゼンター、はい、ね、そちらの方のちょっとご紹介していただきたいんですけど、肩書きってね、私も抱っこ専門家なんで、みんなからそれって他で聞いたことないよって言われるんですけど、この絵本プレゼンターっての実は私みのりさんしか知らないんですけど、数秘&カラープレゼンターだったんですけど、ほうほうほう、でも私は絵本も一緒にプレゼントしたいなと思って、でそういう風にさせてもらったんですけど、ちょっともう今のオープニングの話がめっちゃうるっときてしまって、うん、そうなの、もうそのでももうその気持ちそのまんまなんですよ。私も長女だったっていうのもあるし、上の娘が7歳で、7歳離れてるもんね、はい、で10ヶ月の息子が可愛くて、可愛い、下が可愛いの分かる分かる分かる、なので、その数秘に出会ったっていうのも、ゆか先生の抱っこセミナーに出会ったっていうのも、本当に同じ気持ちだって、お互いの気持ち、ママの気持ちも分かるし、娘の気持ちっていうか上の子の気持ちもすごい分かるので、
と一緒にこう、うん、数日も絵本もやりたいなと思ってた気持ちの原点だった。ああ、そうなんですね。たまたまね、ちょっと今日その話をね、オープニングしちゃったんですけれども、はい、はい、その、じゃあ絵本プレゼンターっていうの、前回のその数日とカラーに絡めてやってる。絡めて、その数日の、うん、あの結果、うん、とプラスその人に今一番必要な色であったりとか、うん、その色が多く使われてる絵本であったり、うん、ストーリー、例えば今年この2015年のこの誕生日から1のスタートの時期ですよっていう方には、うん、このスタートとか始まりのテーマになった絵本とかをプレゼントしたりとか、その人にとって足りないとかサポートをしてくれる色をふんだんに使った色とかをテーマとかをこうその人にぴったりなやつを、うん、絵本を差し上げたいなと思って、それはじゃあそれこそオンリーワンの感じですか。そうですね、本当にそのセッションであった時にその人が無意識に使ってるキーワードみたいなのが出てくるんですけど、うんうん、それのところをこう汲み取ってしたりとかするので、うん、やっぱりこう対面で会ってセッションしてその人にぴったりのをしたいなと、うんうん、ということはじゃあその、まあ、セッションの時にはないけれどもその後でみのりさんがぴったりの本をどこからか入手するみたいな、そうです、入手して、その後に一緒に書店に行って、うん、あ、そうかそうか、見てみて、うん、結構直感で選んだりとかするんですけど、こうなんか2人がぴったり合う絵本とかがあったりするんですけど、うーん、絵本も結構だから私あんまりあんまりあのその子供にね絵本をあの上はしたけど下はあんまりしてなくって、で絵本も結構子供ってほら好きな絵本をばっかり持ってくるでしょ、そうするとあんまりその絵本の数もそんなになくって、あんまり そのそれこそこの人にこれがぴったりだとかって選ぶその知識がないんですけど、ってことはかなりの絵本を読んで、かなりの絵本もあの私が持ってる絵本はもう本当に3歳ぐらいから読んでた絵本とかもあるんですけど、自分がそうなんです、へえー、こんなボロボロなんですけど、あ、本当だ、ボロボロこういう感じで、うんうん、なんかあの大事に大事にしている絵本とかあるんですけどね、うんうん、でもなんか私はママにこそ読んでほしいと思って、そうそうね、子供あの絵本どうしても絵本っていうとお子さんに向けてだもんね、読み聞かせじゃなくて、そうそう、ママが自分の中の、うん、自分の中の赤ちゃん、赤ちゃんだった頃の自分に向けてだとか、うん、自分の癒しになる時にこう読んでほしいなと思って、うん、もうこう絵を眺めてるだけでもいいですし、うんうんうん、その時に気になる絵とか色っていうのがきっと自分にとっての必要なメッセージだと思うので、うん、読み聞かせしてあげようとか、こう一緒に読んでる時も、うん、なんかその文字こう辿って、うん、もう今そっちめくらないとかじゃなくて、なんか言っちゃう言っちゃ う, う言っちゃう言っちゃう、私もそのパターンだったんですよ、うんうんうん、まあ、昔まだまだって、もうここ読んでるでしょとか、そうそうなんかだから こう思ったでしょ、ね、この子はこう言ってたからいい子だねとか、うんうんうん、教えようとするんじゃなくて、うんうんうん、その子がその今猫ばっかり見てるんやったら、こ、うん、の時の色とか、うん、その猫の気持ちとか、そのいっぱい持ってくる、うん、同じ絵本持ってくるっておっしゃったから、うん、それはその子の今のテーマなんやなっていう、うんうんうん、それをこう全部丸ごと受け入れるための絵本であってほしいなと思って、だからなんかもう同じページばっかりでも、うん、そうなんか今舐めても噛んでも何でもいいんですけど、うん、だからアプリの絵本とかじゃなくて、この5回書いちゃったけどアプリもあるんだよね、そうなんです、そう、このやっぱりページ1枚1枚、ね、全部やっぱり絵本によって紙とか質感とかが全部違うんですよ、ね、うん、でやっぱり五感であるってことはこう、うん、匂いとか、あと紙ってまた匂いあるもんね、そうなんです、うんうんうん、でお母さんの膝で絶対読んでほしいんですよ、大きくなってももう重いなとか言いながらでもいいんですけど、オーケーっす、もうそれはもう抱っこ専門家としても完全にリンクするっていうか、そこでこう大きくなって自分がお母さんになった時とかでも思い出す、お母さんの匂いとか声とかで、お母さんの声っていうのを絶対に子どもの記憶にも残るし、もう体中でこう受け止めることができるし、いい思い出ってもう1冊でもいいんですよ、いや、そうでも1日でも1秒でもいいんですけど、もう本当にそれだけの記憶で生きていけるっていうか、いや、そうだと思うよ、いいものって絶対残ると思うので、だからもう毎日じゃなくてもいいですし、もう気が向いた時とかでもいいから、その上のお子さんとその2人だけの時間とかもこう愛情チャージっていうか、こう充電みたいなのもしてほしいですし、あとはもうやっぱり自分のために読んであげるとか、
うん、もう私こんなん呼んだけていいお母さんはでも何でもいいと思うんですけど、それケイちゃんが言いそう、本当にもう絶対必要やな、自分を褒めることってお母さんなかなかできないから、うん そうね、そこからこう小さいことから褒めていってほしいなと思うんですよ、うんうんうん、なるほどなるほど。でね、すごいのが自作の絵本がねあるっていうことなので、今日はちょっと私あのじっともうじっと横にこうやってるのでもうあの思う存分読んでいただこうかなと、はい、いつかは絵本にしたいなと思ってるんです。なるなる、大丈夫大丈夫、なる、何したいなじゃなくてなる、はい、なるこれ見えるかな、見えるのかな、いけそうかな。体からのお手紙。心が痛いって言った。気づかないふりをした。蓋をした。みんなよりできないって思った。あの子はできるのに、私悪い子。頭が痛くなった。違うよって教えてくれた。私そのままでいいよって。お喉が痛くなった。欲しいもの、して欲しいこと、したいこと、甘えてもいいんだよって。我慢しないで、しすぎないでって。お母さん、忙しいけど、お熱が出た。明日遠足なのに。もっと構って欲しかった。もっとぎゅーして欲しかった。もっとお母さんにもっと休んでほしかった。みんなみんな体からのお手紙。痛いのは悪いことじゃない。体と心を抱っこしてお返事書こう。ありがとう私へ。はい、体からのお手紙。なるほど。それでその痛かったりとかっていうのはそのメッセージだよと思って、うん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 、でなんか悪いことじゃなくて教えてくれてるんやなって思った時に、うんうん、子供がなんかあのこうお母さんからのメッセージを見て、うん、なんか心が痛いって言ってお母さんがもうこう仕事忙しい時にかけて熱出すとかあるじゃないですか、うん、それもなんかこうメッセージなんやろなと思って、その構ってほしい、見てほしいっていうのもあるし、うんうん、あとはやっぱお母さんがイライラしたりしているのをこうクールダウンしてくれるためのきっかけなんやろなと思った時に、だから忙しい時に限って熱出してじゃなくね、そうなんですよね、教えてくれてるっていうか、うん、メッセージくれてるのかなと思って、うんうんうん、書いたんですけど、これもちょうど色彩心理とか、うん、あとチャクラっていうのがこう出たね、出たね、怪しいあれですけどね、うんうん、なんかまあまあそのインドのアイルベーダとかからある、うん、その色もすごいこう関係していて、うん、やっぱりこう一人のモヤモヤしてる時は紫とか、うん、こうなんか楽しい時はこう黄色とかっていうのもあるし、うん、痛いからこう赤とか、うん、あとはなんか喉のチャクラっていうのが青なんですけど、うん、それもこう入れたりとかしていって、うんうんうん、でもなんかそれを見た時に、うん、あやっぱり色ってすごいなと思って、うん、でこれはちょうどスーヒー&カラーの資格取る前に一応資格取る前に、うん、書いたんです、うん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 、去年の8月ちょうどお腹にいるぐらい、うん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 、いやこれはぜひぜひね、あの出版社の方ね、どなたかあのしっかりしたな、ね、あのなってるし、こうやって色使いもすごく綺麗なので、ぜひ、まあ、これそれはまた出版記念パーティーしてなかったね、はい、お願いします。タコセミ、ね、じゃあそこであの呼んでいただいてたんで、いやでもこれもじゃこれを書く時 の、 その何かきっかけはあったんですか、はい、ちょうど、うん、その娘に対して、うん、あのそのガラッと変えた時に、うんうん、あの考えを、うん、この怖い子の自由やから、うんうん、もっと自由に自由にって思った時に、うん、色すごいなって思ったのと、あとはこう私も変わらなあかんなって、私が変わらないと、うんうん、娘は変わらないし、うん、娘を変えようとしても絶対変わらないと思って、そうなんだね、そうなんです、そしたらもう考え方がめっちゃガラッと変わったんですよ、なんか
スイッチが入ったみたいな、うんうん、そしたらこれがなんか出てきて、あ、降りてくる系、降りてくる大丈夫、私の周り降りてくる系結構いっぱいいるのよ、夜にバーっと、そうなんだ、え、どれくらいで描いたの、すっごい夜なんか娘が寝てから、でそれちょっとしてから、うん、お腹に赤ちゃんいるのが分かったので、ちょっと神がかりてきた、なんかなんかこういうのが描きたいかな私と、え、これはいろんなところで発表とかしてるの、なんかその絵本お茶会で読ませてもらったりとか、あ、そっかそっか、泣いちゃうママとかいない、出版したら買いますとか言ってくださるんですけど、なんかでも絶対あの、まあまあね、お茶会の雰囲気もあるんだろうからあれだけど、でも絶対こう一人でなんかこう読んだら結構こうそれこそね浄化とかいろいろな浄化ありそうなぐらいのね、あのなんで身につまされるというよりは、あっていうその、あ、気づける部分ね、あ、そういえばうちの子もそうやって熱出してたけど、でもそう、あの私のこと困らせようと思って熱出してるわけじゃないんだって、そこを思え、そう思えればね、また違うもんね、同じ看病するのでもね、でこいつって思いながらと、あ、私を休ませようと思ってくれてたんだなと思うのとではね、全然違うもんね、なんか絶対子供ってお母さんをサポートしようと思って生まれてきてるなと思ったので、そうだからなんかその頭でもできてきた、だからそこをこう思ったら、子供にはもう感謝しかない、まあイライラしますけどね、いや、それは24時間可愛いなんてことはまずないからね、あれは血のみ子じゃない限りね、でもなんかね、そう思えたら自分も楽やし、ほんまに子供も楽やなと思って、そう、困らそうと思ってるわけじゃないもんね、子供ってね、絶対お母さんのためだったり、お母さん、それこそお母さん助けたいとか、なんかでどっかで聞いたら、男の子はお母さんをのナイトとして生まれる、守ろう、でも女の子はそのサポートするために生まれてくるんだって話どっかで聞いて、あ、なんかそれも私ね、まあまあ男の子女の子両方いらっしゃるし、私も男の子女の子両方いるので、あ、なんか分かるなと、すごいですね、でも絵本こうやってそうやって、まあ自分で絵本も書いて、そしてもうあのね、そうやっていろんな今出ている絵本なんかもそうやってチョイスもしながら、でもその大好きな絵本とかもありますか、大好きな絵本ありますね、なんか思い出の絵本っていうのは、これは、あ、出ちゃう出ちゃう、宿題宿題は、もうゆか先生のその抱っこセミナーにすごいリンクするっていうか、ね、本当に抱っこってすごいなっていうのと、ね、なんかそのベビーマッサージもそうだったんですけど、お互いのためのなんかこの心の癒しみたいなのがいいなと、そうですね、これ私も実は抱っこセミナーの中で必ず、まあ、中身の一つで、あの絵本というより私の場合はその本当 あのこれの題材元となった作文をね、ご紹介しているんですけど、ちょっと違うんですけど、でもあの、ね、家族全員に宿題、抱っこの宿題を先生が出してくれて、それでそのちょっと恥ずかしかったけどでも嬉しかったっていうね、そのくだりがすごい、まあ、お子供たちって抱っこしてほしいって言わないけどでも抱っこは嬉しいんだよっていうところがすごいよくわかる絵本でね、必ず使わせて、あ、これがじゃあ一番好きなんですね、はい、一番古いので言うと、このグルンパの幼稚園っていうのが、そう、ちょっとね、大人の事情で見えないかもしれないですけどね、はい、グルンパの幼稚園、はい、え、これはどんなのなんですか、これはなんかグルンパっていうめちゃ臭い象がいるんですけど、でもなんかみんなで洗って、グルンパはもう泣き虫やからもうなんかこう修行に出すんですよ、でなんかでも全部失敗しちゃうんですけど、それが最後うまくなんかいったみたいな、その子供たちと幼稚園を開いて、ちょうどグルンパが収まるべきところに収まったみたいな感じなんですけど、そこがすっごい、もうランプがすごい好きで、そうなんですね、わ、これはでも読んでもらってた感じですか、でもなんか気づいたら自分で読んでたみたいな印象があって、私なんかまあちょっと変やったので、あの変やったんで、変やったらしいです、変やったので欲しいものに丸つける癖があったみたいで、なんかこういう昔の本とこれには書いてないとか、いっぱいいっぱいあるの、3つ
て、もうなんかすごい、あ、今日はこれの気分とかいう感じで、また次いっぱい載ってるもんね。なんかやっぱり昔の絵本っていうのは、うん、もう今まで続いてるっていうのはすごいいいらしい。そうか、二十歳を超えた絵本っていうらしいんですけど、やっぱりもう古き良きみたいな、ずっと受け継がれるっていうのは、うん、いい絵本なんやなと思って。そうかも。なるほどね。今だから今本当絵本もでも本当にいっぱいいろんなのがあるし、なんならのそれこそ今で言ったらあのほらなんとか次郎みたいなのも、まあ絵本っぽい感じでも紹介されてるけど、でもあの文章も違うのね。綺麗、文章の綺麗さが違うの。言葉がそう本当に綺麗で、うん、そう日本語の綺麗な文章がね。そうなんです。言霊とかってあると思うんですけど、やっぱりいいやまだ言霊ぐらいはもう全然平気になってきたから修行修行でなんかそれもあるし、あとなんかこうその通りにストーリー読まなくていいから、このなんかこういう風にこう全部一言一句こう間違えて、間違えたらあかんとか、中学校ね、めくるなとかじゃなく、学校の国語のせい、ね、音読じゃないからね。そうなんです。だからもう読み聞かせるの本当に面白い風に、この中やったら、まあ、パンダちゃんどこだ、はいみたいな感じで、あ、そういう使い方もね、投げてもいいし、本当になんかコミュニケーションのツールでもいいですし。それよね、本当に最近はだってさ、ほらあのママでなんだろう、あの音読下手くそだから CD かけちゃうママとかいるんだよね。絶対ダメですね。これに CD 本に CD がついててね、その CD ポンってかけちゃうみたいなママもいるんだけど、そうじゃないもんね。ママの声が本当に最高の声なんですよ。そうですそうです。でママの声に集中したいから聞く力がつくんだもんね。そう、同じ音でも機械通した音とか違う人の声とかじゃなくて、もうママの匂いとかも全部で吸収してると思うんですよ、子供って。だから絵本だけの良さじゃないんだよね。でも全部ね、付随してプラスアルファがあるわ、あるわみたいな感じでついてるんやろなと思って、うん、あとお母、男の子のお母さんが絶対泣かす、絶対泣かす泣ける、横立てません。私もちらっと読んだよ、これはあかんと思って知れたこれ絶対もう胸に迫るものがあると思うんですけど、面白いですね。なんかそれでもこれは絵本、活動の中では絵本だけっていうことではなく、そうですね、もうその数日、絵本だけっていうか絵本茶会とかはやってるんですけれども、その数日のカラーの、数日のカラーをして、さらに自分をこう分かった上での絵本の選び方ってガラッと変わると思うので、なんかそれがすごい、この子にとったらいい絵本とかじゃなくて、自分が本当に今読みたい絵本とかをママでもこうしてほしいなと思って、ね、それこそ、まあ、本を読むことが好きな方はいらっしゃっても、なかなか絵本って何かのきっかけがないとね、手にしなかったりとかすると思うんですけれども、でもそのママたち、大人もこう癒せたりとか、大人も何か気づける今絵本っていうのもね結構いっぱいありますもんね。ぜひまたそういうのもね、本屋さんとかに行って探していただけるのもいいし、今だったらそれこそ Amazon とかですぐ買えたりとかもしますのでね、はい、ぜひまた絵本も興味を持っていただければいいなと思います。はい、2週にわたりありがとうございました。辰村みのりさんでした。青に入れときます。はい、はい、じゃあまず赤色、はい、選びました。あの選んだことしました、はい、赤色選んだらね、はい、まあ、イケイケですわ。はい、いつものねイケイケな感じですわめっちゃ泳ぎたなるかもめっちゃ泳ぎます、ね、もうこんな感じでめっちゃバタフライ、ね、バタフライ、はい、したり ね、うん、でね、ただね、赤色ですよ、うん、ちょっと性的興奮も覚えます。なるほど、なるほど、ママラフうまいやママもね、アバンチュールたまにはね、アバンチュールにも気をつけてくださいまあ、選んでもええんちゃいますよ。はい、で青色、青色はね、あのプールサイドで、うん、ちょっと本とかに、あ
呼んじゃう的な感じ、はい、いい女でしょっていうのをアピールした時は青とかどうでしょうか。まずとろみすぎは濃いめやから、まあ、真面目に言ってください。なるほど、ね、ちょっとはい、そんな感じです、はい、はい、じゃ黄色、はい、まあ無邪気に子供心童心にかなんで、いや子供アピールなのかなと。違う違う、子供と一緒にこう太陽の下でキラキラキャイキャイみたいな、キャイキャイっていう感じで、私子供っぽいでしょっていうアピールかなと。違う違う、そんなんいらんからママいります、そんなんね。アバチュールというか、ね、またじゃあ赤やっちゃう。あとはね、なんかキラキラ、あ、はい、黄色はキラキラ、あ、なるほど、いいね、そのどっち、それ使い方いいですよ。キラキラでいきたいと思います。どっちがいいですか。はい、でこんな風に水着でも夏の過ごし方決めれますから面白いね、はい、じゃあ何色いきます。黄色で。ほんま赤やろ。じゃあ私、あ、まあいいよ、はい。はい、じゃあまたけいちゃん告知。はい、7月1日水曜日、うん、大阪ドーンセンターで可愛がられて活躍できる色をね使って自分のね才能を生かしてどんどん可愛がられて活躍をしていきましょうっていうセミナーを、新ネタです、初めてやりますので、ぜひぜひいらしてください。はい、もう申し込みもね入っている模様でございます。はい、ありがとうございます。もしかしたらこの放送の時にはね、ごめんなさい満席ですってなってるかもしれないですけれども、はい、まあ、でもあのまたフェイスブックとか、はい、あとけいちゃん の, あのブログとかもママラフの、はい、フェイスブックページに貼ってます。であと今日昨日、先週今週のゲストのね、津村みのりさんの、はい、リンクもねきちんと貼っておきますので、ぜひあの放送を見て、あ、この人と面白そうとか、この人の何か書いてるもの見たいなということでしたら、ぜひぜひあのアクセスをしていただいてつながっていただければ、はい、もうこのね番組やってる意味もありますね。ありますね。はい、はい、ね、ぜひ Facebook ページ、あのメッセージ機能もあります。あの別に私と直でお友達になっていなくても、私の個人のにもメッセージ入れていただけますし、あとはその Facebook ママラフの Facebook ページママラフのメッセージ機能もありますので、ぜひあのメッセージを、 Facebook をされている方はね、つながってあのメッセージ入れていただいて、もし、ね、Facebook やってないわっていう方は、まあ、あのそのままブログであったり、あとはホームページであったり、はい、そういうところでつながっていただければ、はい、またそこにもメッセージ機能あったりとかしますので、ぜひあのまたいろんなお話をね、聞きたいって方はメッセージをください。はい、ではまた来週です。